スウィーティーまたはオロブランコは柑橘類の一つでグレープフルーツと分担の交配種である。スウィーティーとオロブランコは同じ品種でイスラエル産のものがスウィーティー、アメリカ産のものがオロブランコと呼ばれる。酸味が少なく甘みが強い特徴を持つ。1958年にアメリカカリフォルニア州のカリフォルニア大学リバーサイド校柑橘類研究所で 後輩に成功し、後に特許が取得された。1972年頃から同州で一般的に栽培されるようになり、続いてオーストラリアでも一部で栽培が始まった。カリフォルニア州及びオーストラリアでの栽培面積は、それぞれ1500ヘクタール、10ヘクタールと見積もられている。現在の主産地には、他に1984年から栽培が始まった。 イスラエルがあり、イスラエル産のものは、スウィーティーの商品名で流通している。染色体が4倍体のマーシュというグレープフルーツと2倍体のムサム・シャムスイートという分担を交配したもので、本種は3倍体となるため、種子ができにくい。日本においては1990年代にロッテがチューインガムを発売し、ガムや清涼飲料水の材料として普及し、 検疫上昇で輸入できるようになってから、生食用としても徐々に一般的になった。とりわけ2004年にアメリカ・フロリダ州をハリケーンが襲い、特産のグレープフルーツが品薄となった際に代替品として注目されるようになった。旬のシーズンは11月から2月頃である。果実の大きさはグレープフルーツとほぼ同じで、可否表面が緑色をしている。 グレープフルーツに比べると、アルベドが多く、可食部の割合はグレープフルーツよりも少ない。スウィーティーは、可皮に、テルペン系炭化水素などの精油成分が豊富に、含まれ、発泡スチロールなどを溶解することがある。これは、精油成分が溶剤として作用するためで、天然素材として洗剤などに利用されている。なお、普通に食べれば、人体に影響はない。また、 フラノクマリン類が果実に含まれるが、この物質は薬の血中濃度を上げる作用があるため、薬によっては効きすぎや、副作用が通常よりも強く現れてしまう場合があり、医薬品との併用摂取に注意を要する。ありがとうございます。